さあ、ロイド・ティンです。He represents Glacier Falls Figure Skating Club in Anaheim, California. A warm welcome for Sean Rabbitt. ショートプログラム21位、シュン・ラビットの登場です。全米シニア初出場。去年は全米ジュニア11位でした。小さくなりますね。
ショートプログラム21位のシン・ラビットのフリースケーティングでした。まあ、一生懸命プログラムをしろという締め方ですね。途中で住田さんがおっしゃっていた動きが小さくなっている、あれどういう要因があって起こるんでしょうか。まあ、何のスポーツでもそうなんですけれども、やっぱり、まあ、フィギュアスケートというとちょっと見た目は、まあ、綺麗な感じで、ですね、そんなに力がないように見える部分もあるから、すみませんけど、実際にはスタミナと、それからスピード、このもう2つは絶対要素なんですよ。ですからこれはもう他のスポーツとも競技の日ですよね。というのはそういうスタミナの自信があれば、もうどん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 スピードで滑れるわけですね。ところがどうしてもね、そういう体力的なものとか、そういう周りの何て言うんですかね、力がないとですね、どうしても後半になってくると動けなくなる。ですから体が大きくなると、やっぱり本当は大きな動きができるのは、それがだん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 こう小さな動きになってくる。そうすると失敗も出てくる、バランスも悪くなってくる。ですからなかなかそういうところがこう技術的に自分のものを出せるまでにちょっと時間がかかったりするんですね。それとエッジを使うっていうクリーンな動きっていうのが、やっぱり力をロスしない一番大事なところなんですよね。まあ、そこら辺がまだまだ甘いんですかね。ご覧のように顔も赤く紅潮しています。肩で息をする、ハードなスポーツであると。まあ、滑ってる最中はね、もう汗なんて出ないんですよ。あ、なるほど。ところが終わるとですね、いっぺんにパッて出るんですよね。まあ、実際に滑ってる最中に汗がどんどん出てくるのでは、やっぱり体がねできてないってことになりますからね。まあ、パシフィックコーストで4位ということは、全米の出場するのにそれぞれの3つのセクションがあるんですね。で、そのセクションのところで4位で入ってくるというのは、順位だけでいくと最下位ですよね。さあ、得点が出ました。テクニカルエレメンツは 51.78.9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 .
ンズの方はあまり点取れないですよね。トータルで 155.71 というシーンラビットです。